はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドレザスガです。さあ、ドクターでございます。今回ね、デスバウンドっていう、誰が使うんだこのバグっていうのを持ってきてます。32メートル外で治療をしてもらうと、おい、来るか。OK、 よいしょ。治療してもらうと、すげえ引っかかったんだけど、叫び散らかして私の心音が聞こえなくなると。ただなんだっけな、助けてもらった人と助けられた側が一緒にいると心音が聞こえるんですよ。離れると心音が聞こえなくなるっていう、はい、なので、はい、で今回ちょっと VC フルパか3パかなんだよね。あそこ引き継いでる、よいしょ。でピーター倒しに来るかな。 OK、 ほい、よいしょ。んで今回ピエロ恐怖症なので、私の心音内だと、はい、治療しづらいんですよ。なので離れると思うんですよね。で離れるならデスバウンドが効くというこのダブル構成。んでライト持ちが2人ぐらいいるんだよね。これはもうこっち側で固めよう。んでドワイトがまだそこいて、オッケーで治療するかな、ね、治療してもらえるなら、まあでもこれ、オッケーこれは治療させないようにしよう。うまく使い分けようか。オッケー、よしこれはミカエラだけかな。 OK、 うーわ、今のミスった、抜いて OK、 これは倒せない。よし、 OK、 ノン。すーげえ豚邪魔。ほい、よいしょ。さ、地下かな、地下持ってって、でミンちゃんがもし回復してもらえるなら OK、 デスバウンドで忘却になるんですけども、忘却中も、この放電爆破は効きます。意外とね、知られていないが、ほい、ドン。ただこのミンちゃんじゃないんだよね。はい、OK、 お、これは、あ、救助に行ってビリビリ食らったっていうのか。 OK、 よし。んでミカエラは今治療できないから、これ多分誰か壁来るんじゃないかな。よいしょ。いやーでもここちょっとなー、ほら壁来てる。オッケーオッケーオッケー。うーん、正直あっち行く必要がないので、ちょっとこっち、オッケーオッケー。今このミンちゃん忘却、あ、もう終わったか、さすがに。 OK、 OKOK、 でこの窓強いんだよね。 OKOK、 さあ、でこれ渇望溜まって、うわ、くそ、ちょっと早かった。
あっ、あー、こっちまで来ちゃったな。つつく。いや、これは。ほい。OK。OK、OK。こっち側でやりたい。私はこっち側で戦いたいです。みんなとデッドバイデライトこっちでやりたい。ドン。はい。OK。興奮して。はっはっは、パンチで。やばい、今、ライト俺警戒全然してないわ。危なかった。はい、これで、多分こっち側でチェイ、治療はマジでできないと思うから、多分向こう側まで離れて治療しないといけない。でも今治療し、できたってことは32メートル以内にいるってことですよね。ほい。OK、ミカエラが救助。うるさ。オッケー。多分ミカエラここら辺にいるんじゃない？オッケー。見えてますよ。あなたキラーなんじゃないですか？そんな赤い光出して。よし。んで。オッケー。ちょっとタイミングが遅い俺。OK。 よし、これで多分ここでダウンさせられれば OKOKOK。 あっちに放電爆破じゃなく景気づけがいかないってことはあそこ進んでない、進んでたかも。オッケー、多分間に合わない。ほい。よし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 。さあこれでドン。ここまではさすがにいかないか。俺誰、ドワイト、ドワイトだけ絶対に食らわないんだけど。おでんばか、私だけはあなたのビリビリ食らいませんみたいな。 OK。 んで絶対にカラス飛んでないからこっちか。お、素晴らしいね。おじ、おばあちゃんみたいなやめてくれる。 OK。 よいしょ。ドン。ほい。よいしょ。ドワイトマジでどこで何してんの？あ、右の方でカラスが飛んだ。で、オッケー。よいしょ。さあ、これで、オッケー。気持ちいい。気持ちいいです。ほい。なんか、ああ、そこね。引き継ぎに切ってる。さあ、ただそろそろ一人落とさないと。まずいっす。ほい。ミカエラが救助。ほい。スプバー。正直スプバは疲労を先にしてる方が強いから、疲労を先にしててチェイス場所で板使って次の板行くって時にスプバは測れるのが一番強い。はい、ちょっと離れて放電爆発しよう。 OK。これがドワイトか。うわ、ドワイトどうでもいいな。ドワイトどうでもいいんだよな。ただまあこっち側でチェイスしたいから、こっちでカラス飛んだってことはそうですよね。そこでやってらっしゃる方がいますよね。 OK。 よいしょ。
この人終わりかな。んーで、よいしょ。ちょっともうデスバウンドできませんかね。まあ、こっちで治療は絶対できないから OK。 スプバっぽい動きでスプバじゃない。さあこれ治療してもらったってことだから、2人こっち側いるってことだったよね。 OK。 はい、よし。さあこれでミカエラ、そこか。 OK、 ミカエラが忘却状態。ミカエラか、どっちだ。回復してもらった方は回復し、あれ回復した側だっけ、してもらった側だっけ。使わなすぎてどっちかわからん。OK、 OK、 よし、これでミカエラも終わり。よし、これでもう大丈夫かな。安心かな。もうもう通電の恐怖はないかい。 OK。 いや今回この発電機4つがこっち側来てくれたのがマジで嬉しいわ。ドクター嬉しい毒。あらららら、あなたそれ忘却状態なんじゃない。いやさすがにもうデスバンド終わってるか。はい、今回デトネーションの遅れもかなり短くしてあるから、ビリビリした後に窓越えるのなかなか難しいんだよね。吐きなよデッドハード。ないか。ん、回復したね。どこで回復した？ここじゃない？この音鳴らしまくればいつ来るか分かんないからね。ロッカー入ってても。どこだ？多分向こう側な気がするけどね。出てきてほしいな。出てこないか。ロッカーいるかな、ワンちゃん。いない。あえてこれ離れるか。32メートル離れてデスバウンド発動させよう。来た。さあこれで、違う、デスバウンドじゃないじゃん。まあでもデスバウンドじゃないけど、オッケー。狂気度マックスになったので治療ができませんと。で原因がここら辺出たから、ここら辺にいるんじゃない。どっかのロッカーな気がする。あ、そっちか。オッケー。さあこれでも、お、ちょっと待って、すげえこの足跡わけわかんない。ほい、オッケー。これは終わらんと無理だな。よし、さあだいぶ怒り方ですよ。肩凝りますよそれ、その走り方。ドン、よいしょ。さあこれであとはこの人なんだろう。スプバ、スプバでもないな。デハカじゃん。はい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 。よいしょ。ここもなかなかきついな。ほい、オッケー。どうもこれね、あの6秒間ね、後ろに追ってないけど赤い光が出て追われてるように思うっていう、これの効果ですね。今回かなりドクターの能力が生きたな。
よいしょ。OK、4パー引かないでね。OK。よーし、GG です。いや、よかった、デスバウンドが生きて。デスバウンドね、結構恵みとかあると、あとセルフケアとかさ、植物学の知識で結局自分で回復しちゃうからみんな、なかなか使う機会がないんだよね。いやー、やっぱピエロと組み合わせると、結構使われるね、このデスバウンドね。いやー、面白かった。では次回もお楽しみに、チャンネル登録まだの方はぜひともお願いします。ではまた。